第2ゲーテアヌム西側正面メディアを再生するゲーテアヌムゲーテアヌムゲーテアヌムとはスイスのバーゼル近郊ドルナッハに存在するドイツの神秘思想家ルドルフ・シュタイナーが設計した建築物である普遍アントロポゾフィ協会本部でありその活動の中核である精神科学自由大学の本部も置かれているドイツの文豪 ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテにちなんで名付けられた。現在のゲーテ・アヌムは、1922年に、竣工したものが消失した後に、同じ場所に再建されたものであるが、外観が大きく異なるため、消失前のものを、第一ゲーテ・アヌム、現在のものを、第二ゲーテ・アヌムと呼んで区別している。1500席クラスのホールを2つ持ち、ギャラリーや、講演会スペース、図書館、書店などがある。 一般的なテーマに焦点を当てたカンファレンスが年数回行われており、また、教師、農民、医師、セラピストなどのための専門家会議も定期的に開催されている。夏に行われる大規模な会合では、オイルトミー公演や、シュタイナーの遺作、新秘劇の上演が行われる。年中無休で営業しており、見学ツアーも1日数回提供されている。 1907年に新地学協会がミュンヘンで国際会議を開催した時に、シュタイナーはホールを借り切って特別な表現空間を設けた。空間はシンクの布で張り巡らされ、長手方向の壁には葉の形をした中東付きの7本の列柱が並ぶというものであった。この当時の新地学協会関連の舞台公演を呼び、会合は必ず何者かの妨害を受けた。 このため、彼ら固有の理想とする劇場と会合場所を必要とした。当初はミュンヘン市内に用地を探したが、最終的にはスイスのドルナ派に広大な用地を取得し、第一ゲーテアヌムを中心とする建築物群の建設を開始した。第一ゲーテアヌム第一ゲーテアヌムは1908年から設計が開始され、 1913年に提訴され、1920年に一部が未完成ながらも開館。1922年に完成した。シュタイナー自らが外装、内装の設計を手掛けた。完成後はわずか2年間しか実用には、供されなかったが、この間、オイル・トミー公演用劇場として用いられた。彼のこの建築への思考形成はまず内装から始められ、 内部空間の造形、外観の造形という順で進められた。この建物は、二連休ポラ構成を中心としており、円筒状の建物が二つつながったところに、長方形の建物が交差する形状をしていた。二連休ポラのうち、大きな一方には900席の客席が置かれ、もう一方は、舞台として用いられた。客席後方には、パイプオルガンと聖火体席が設置されていた。 二つのドーム天井を持つ構造で、天井にはシンボリックで色彩的な天井画が描かれており、壁面には大きなステンドグラスを持っていた。建物の最高点は地上34メートル、ホール最深部から天井までの高さは26メートル、最も長い柱は14メートルであった。1922年12月31日、この第一ゲーテアルームは、 何者かによって放火され、消失した。現在は、ミュンヘンのピナコテイクデアモデルネに模型が置かれている。第2ゲーテアヌーム西側第2ゲーテアヌーム、南側中央行動内部第1ゲーテアヌーム、消失後、シュタイナーはすぐに第2ゲーテアヌームの構造に取り掛かり、粘土を用いて模型を制作した。設計図については、プロの建築家の協力を得ながら、 外観の設計を完了した。しかし、内装の設計を行うことなく、1925年、着工直後にシュタイナーは死去した。内装の設計を行わなかった理由の一つとして、第一ゲーテアルムの再現で良いという考えを持っていたからではないかと言われている。1926年に上棟式を行い、1928年には未完成ながら開館したが、 1929年に完成にはほど遠い状態で第2ゲーテアルムは一旦閉鎖され、その後長期間をかけて建設を完了した。第2ゲーテアルムはマイケル・ブレナンによって表現主義芸術の真の傑作と称えられた。またスイスの国定史跡として指定されている。中央行動は約1000隻の客席を持ち、 第一ゲーテアヌム同様天井画が描かれ、側面にはステンドグラスがはめ込まれ、客席後方にはパイプオルガンが設置されている。1950年代半ばから1990年代半ばにかけて中央行動の再設計が行われた。なお、これらの天井画やステンドグラスなどは第一ゲーテアヌムに設置されていたものの忠実な再現である。 彫刻、人類の代表者、第一ゲーターヌムに置かれていた、シュタイナーとエディス・マリオンの共作による9メートルの高さの木製彫刻、人類の代表者も専用ギャラリーに展示されている。シュタイナーの建築は、伝統的な建築の制約からの解放によって特徴を付けられる。第一ゲーターヌムでは、丸みを帯びた形を構築するため船大工の協力を得た。 第二ゲーテアヌムでは彫刻的な形状を再現するためにコンクリートを積極的に用いた。当時、コンクリートの徹底した仕様は画期的であった。両方のゲーテアヌムにおいて、シュタイナーは霊的に表現力のある形を作成するよう努めた。いずれのゲーテアヌムも西側から東側へと向かう方向性を内装や人の動線に持たせている。ゲーテアヌムを訪問し、 絶賛した近代の建築家として、フランク・ロイド・ライト、ハンス・シャロンらがいる。ありがとうございます。